どうもすいません。軽半杯の予想になります。このレースも難しいというよりかは、いくら考えても答えが出ないレースですね。なので、当たっても胸張れないですし、外れてもしゃあないかっていうような、そういったようなレースなんで、まあ僕は印つけたくなくて、本命の方はちょっとつけられなかったんですけれども、まあ僕が馬券買おうとしたら、手広くのところで、 丸の印のところからフォーメーションで生まれんで流して穴馬が来てくれればっていう感じで買うか、それか、そうですね、フォーメーションの三連服とかそういったような形で買う。もしくはもう完全に全然当たる確率10%とか20%とかでいいやっていう感じで一頭選んで軸で買うっていうようなそういったような形になると思います。 それでは、うちの方から一頭ずついきます。踏みのムーン。踏みのムーンはですね、まあ、それなりにいい末足があるんですが、自力だけで差し込めるほどの切れる足はない馬なんですよね。なので、まあ、ある程度他の馬たちが止まってくれる、そういったような展開になってくれて、ロスなく立ち回れる。もしくは外を回るんだったら、仕掛けのタイミングがドハマりするっていうような、 形かなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、京都の内回り1200メートルっていうのは条件として悪くないですし、国民優作騎手は、ちょっと成績の方は良くないんですけれども、追える騎手ですね。なので、こういった不良馬場で、不,不良まで行くかどうかはわからないんですが、アメバ場で腕っぷしを求められるような競馬になった時に、そういった時に、 穴を開ける可能性はなきにしもあらずかなっていうところですね。ただ、あの、能力的に上位5等とかに入るかというと、ちょっと厳しいかなっていうところがあるんで、展開がはまればっていう感じです。ネロ。ネロは心身ともに充実してきてまして、それで人気するのもしょうがないかなっていうところはあるんですが、ただここまで人気するほど、 信頼性の高い馬ではないですね。あのー、スピードとパワーはあるんですけれども、瞬発力がないんですよね。それで、まあ、競馬によってドハマりして、後方から、中段後方から差してこれた場合、もしくは、前目の方からの場合は、仕掛けのタイミングがドハマりした場合、そういった時に勝ち切れるかなっていうタイプなんですよね。 あんまり自分で競馬を作ろうと、強引な競馬をしちゃうと、ゴール前で甘くなっちゃう時がありますし、まそうですね。ま自分で競馬を作るにしても、すべてがうまくいかなければっていうタイプですね。馬群の中で足を溜めても、ゼロからスパンと切れる足があるわけではないので、どこかで4コーナー前後で広いところに出して勢いをつけて回りたいっていうような、そういったようなタイプですし、 まあそうですね。一等軸として、信頼して本命にできるほどの馬ではないっていうことですね。ただ、能力的にはもちろん足りてますし、立ち回り次第で勝ち負けにはなるかなっていう感じで。あとはバルザローナ騎手が乗るっていうのはいいですね。まあ最近ちょっと追える騎手を乗せてこなかった部分があったんで、やっぱりネロっていうのは追わせるところがあるんで、バルザローナ騎手は、 OL 機種ででではははああるるんでその分の分プラスアルファは多少はあるかなっていう感じですねただそんなに特別立ち回りとか位置取りとか競馬感がいい機種っていうイメージがまだないのでセカンドテーブルセカンドテーブルは成績こそ目立たないんですけれども結構長いこと活躍してますね確かコックランにサイステークスかなんか使ってたと思うんですけれどもその頃から素質の方は目立ってました でちょっと追わせるところがあるというかずぶいところがあるんでなので、まあ、そのトップジョッキーとか優秀な OL 機騎手を乗せてこなかったということが体制できなかった理由の1つですねあとはあんまり荒れたババが良くないんでそういったババコースあとは騎手ですねそういったところが噛み合ったレースがなかったとっいうことですね。 なので G3 ぐらいでは通用しておかしくないですし、面白いとは思うんですが、ただ、やっぱり雨ババ、荒れた馬場,場っていうことで、ちょっと今回はあんまり変える要素は少ないかなっていうところです。ただ、そのぐじゅぐじゅの馬場,場ぐらいまで行っちゃうと、トワイニングだったと思うんですけれども、 この決闘、ぐじゅぐじゅのババとかになると、そんなに下手でもない決闘ってイメージがあるんで、なので、まあ、本当に極端に悪くなった場合っていうのは、パドックで気配が良ければ抑えてもいいかなっていうふうに思ってます。ラインハート。ラインハートはですね、まあ、この馬は、まあ、勝った時っていうのは、仕掛けのタイミングとか進路取りがどハマりした感じもあって、 ま、自力で刺すだけの瞬発力はないですし、かといってパワーとかスピードもそこまであるわけではないので、まあ、刺し馬として、オープンではだいぶ下のレベルかなっていうイメージがあります。なので、まあ、他の馬たちが走らなければっていう程度でいいかなっていうふうに見てますね。あんな見ると、あんな見るとはですね、まあ、ちょっとこの馬も、 追わせるところがあるというか、気難しいところがあるんですけれども、まあ、すんなりと気分よく前の方から行けた場合っていうのは、能力はそこそこありますんで、あんまり馬鹿にはできない馬かなっていうところですね。中途半端な位置で外回ったりだとか、馬群の中でごちゃごちゃしたところに入ったら、全然っていう可能性はあるんですけれども、まあ、最内の方からロスなく立ち回って、 直線向いた時に広いところの出すだとか、あとは、花が2番手とか、思い切った競馬をして、マイペースでどんどんギアを上げていけば、一発あってもおかしくない,ないかなっていうところですね。竹豊騎手が乗って小倉で強い競馬をしたんですけれども、ああいう風に、マイペースで早めに押し切るような競馬をした場合っていうのは、この馬はいいところあると思います。まあ、それで、やっぱりちょっと気難しいところがあるので、 安定感という意味では、やっぱり、もっとオイルタイプの機種を乗せた方がいいかなっていう感じですね。なので、こういう時に国分優作機種とかこの辺が乗っていれば多少は違ったかなっていう感じですね。王の道。王の道はパドックとかで馬体が目立つぐらいな馬プリのいい馬なんですけれども、 気難しくてですね、走るのをやめちゃうところがあるんですよね。なので、前走新潟の直線競馬で走らなかったっていうのは、騎手が動かせなかったということですね。気難しさを出しちゃったということです。終える川田騎手が乗っても、本気で走りきらない時がありますし、まあその、まあ川田騎手が乗った時っていうのはある程度強気の競馬をしちゃったんで、 まあもうちょっと死んだふりをするだとか、あとは外目をマイペースで一気に上がっていくだとか、ストレスのかからない、かからないような回り方をした場合っていうのは、この王の道、能力を発揮するときがありますんで、なので、松若騎手が動かせるような、そういったような、位置取り、進路取り、展開になるかっていうところですね。まあアメババに関しても気難しい馬なんで、ババを気にして、 走るのをやめちゃう可能性はあるんですけれども、まあ能力を発揮した場合っていうのは、もちろん勝ち負けしてもおかしくないっていうような馬ですね。まだまだ変わる可能性がある馬だと思います。アーソニック。アーソニックは前走パドックでバタ見てて調子良さそうだなっていうふうに思ってまして、それで実際走ってみたら構想しましたね。4着か5着だったと思うんですけれども、 まあ、あのレースで構想できた理由としては調子が良かったことだけじゃなくて、ワンペース気味になったっていうことですね、ビッグアーサーがハイペースで逃げてましたんで、それで、そういうペースで差し込みやすかったっていうところがあります、このアーソニックっていう馬は、ポジションを取りに行くと甘くなりやすくて、なので、好意とか先行すると、ゴール前で甘くなりやすいということですね。 で、後方からだと勢いつけて回るといい足は使えるんですけれども、そうなってくると展開が向かないと届かないっていうタイプです。自力だけで差し込めるだけの切れる足がないっていうことですね。ちょっと乗り方が難しいんですけれども、まあ中段、もしくは後方あたりから腹をくくって、前が止まってくれればっていうような競馬をしていけば、そのうち、 どハマりするときあるかもしれないんで、そういったふ,ふうに、まあ、この馬の足は使えるような乗り方をしていった方が、チャンスは広がるかなっていうふうに見てます。ただ今回ちょっとあ雨が降るんで、雨はプラスとは言えないと思いますね。まあ、他の馬たちも苦にするかもしれないんで、アースソニックも大丈夫な部類になるかもしれないんですけれども、 まあこの馬も有力馬の一頭ではあるんですけれども、まあそこまで狙い目ですよっていうほどの感じでもないっていう感じですね。能力的にはもちろん勝ち負けしてもおかしくないっていう感じですね。で、北港サラスター。北港サラスターはですね、この馬はちょっと踏みのムーンあたりと客室が似てるというか、中段後方から刺してくるタイプで、まあただそのコまでの爆発力がないので、 前の馬たちが止まってくれなければっていう展開の助けがいるタイプの差し追い込み馬ですねで踏みのムーンと比べると比較的ちょっとパワーがあるというか客室に融通が利くタイプですね多少強引に乗っても最後までしっかりと伸びるっていうイメージがありますしあとはアメババですねアメババについても踏みのムーンよりかはこなすタイプかなっていうふうに見てます まあただそれも、一撮り進路撮りがうまくいかなければ、全然という可能性もありますんで、その辺は、まあ池添駅舎がうまく乗ってくれるかっていうところですね。まああまり極端な競馬をしなくても、中段あたりから競馬ができるタイプですし、まあこのアメババで他の馬たちが苦にしてくれたりすれば、一発あってもおかしくないかなっていうタイプですね。状態も良さそうですし、そうですね。 注目はしてますっていう感じですね。クリスマス。クリスマスも長いこと活躍してる馬ですね。ちょっと休み休みなんですけれども、確か函館2サイステークスかなんか使ってたと思うんですが、まあ、その頃逃げた方がいいっていう感じに逃げてたんですが、差しを覚えてきてそれで安定感が増してきたかなっていう感じの馬ですね。ただその爆発的に切れる足があるわけでもないですし、 まあそれなりにはいい足を持ってる。あとはスピードとパワーもそれなりにある。平均的にいい馬だなっていう感じなんですが、まあその分、ある程度先行行為からポジション取って競馬をすることが多くて、まあなのでメンバーが強くなった時に、そういう成功法の競馬をする馬っていうのは、あの、目標にされやすかったりだとか、あとは思い切ったことができないということで、 勝ち切るとなると、相当うまくいかないとっていうところがありますよね。なので、後方待機で腹くくれるようなタイプだと、まあそういう、やることが決まっているんで、展開が向けばっていう感じになるんですが、あとは、逃げる、そういったような馬だと、楽な展開だったらそのまま逃げ切るとか、極端な競馬をしている馬の方が勝ち切るということに関しては、チャンスは広がると思うんですが、まあ、 このクリスマスは競馬センスがいいということで、それで、まあそういったところが逆にこういう大一番で一歩足りないっていうことになる可能性もあるっていうことですね。ただ今回ある程度行きたい馬が何とかいて、それで、まあ四五番手とかその辺で控えて、スッと抜け出すっていうような競馬ができるかもしれないんで、比較的条件は揃ったかなっていうところですね。 であんまり馬場が悪くなると後方の馬たちが最後方から競馬をするような馬たちが差し込めない可能性もありますんで、まあ、そういった意味でもちょうどいい位置からスッと抜け出すような競馬ができた場合っていうのはクリスマスはいい競馬ができるかなっていうふうに見てますねペイシャフェリスペイシャフェリスはこの馬なりにまとまりのある無駄の少ない馬体をしてるんですけれども ちょっとメンバーが強いかなっていうのと、あんまりパワーがあるタイプではないですし、あとは脚、客、客力に頼りすぎるような、そういったような双法をしてますんで、そういった馬っていうのはあんまりアメババは向かない可能性が高いかなっていうふうに見てます。ラインスピリット。ラインスピリットはですね、まあ、結構メンタルもいい馬で、スピードもありますし、しぶとさもありますし、 まあ瞬発力も全くないというわけではないので、まあ乗り方によっては重症で勝ち負けできるタイプの馬ですね。まあ馬っぷりもいいですし、ただこの馬っていうのは、まあそうですね、コーナーから勢いをつけて回るような競馬ですね。やっぱりそのゼロからスパンと切れる足が使えるわけではないので、まあ馬群の中から競馬をするにしても4コーナー前後でスムーズに進路が開かないとっていうタイプですね。 で、そうですね、あんまり強引なことをするとゴール前で甘くなっちゃうタイプですし、かといって後方待機だと届かないですよね。あの、前の馬たちが止まってくれないとっていう感じで、なので、そうですね、4コーナー前後で勢いをつけて射程圏内に入れて、ゴールまで粘り込めるような、そういったような競馬ができればっていう感じですね。まあ、なるべくその4コーナー前後で手応えよく、 マイペースで上がってこれるかっていうところですね、まあ、ちょっと足の使いどころが難しいタイプですし今回アメババになるということでそういったことを考えると、まあ、この使える足が短いタイプですねいい使えるいい足が短いタイプっていうのはちょっと乗り方が難しくなってきますんで多少割引が必要かなっていうふうに見てますティーハーフ t ーハーフはこのタイミングで国分優作機種じゃないかっていう感じはありますね。あのー、まあ、石川機種は流行ってる若手機種なんですけれども、もう国分優作機種の方が全然追える機種ですし、やっぱり技術的には国分優作機種の方が上なんですよね。で、ま、踏みのムーンを取ったのか、それとも、 旧車が同じ西浦旧車なんで、西浦、西浦調教師が、踏みのムーンは国分優作機種でっていう感じで、こっちの方がチャンスあると見て、踏みのムーンに乗せたのか分からないんですけれども、ここのタイミングは T ハーフ国分優作機種の方が良かったですね。ただ今まで国分優作機種が乗ってきて、国分優作機種は OL る機種なんで、まあそういった中で調教もつけてきて、T ハーフ、比較的、 気持ちが切れないタイプになってきてるというかしっかりと走れるようになってきてるかもしれないんでそういったことを考えると位置取りと仕掛けのタイミングがはまれば石川騎手でも動いてくれる可能性はあるかなっていう感じですねちょっと能力的にはここでは上位ですし仕掛けのタイミングがどハマりした場合っていうのは勝ちきってもおかしくないかなっていう感じですね 函館の方で圧勝したことがあるように、まあ本当に、あ、時中足を溜めて動くタイミングに一気に動くような競馬、もしくは足を溜めるんでしたら前の馬たちが止まってくれれば、この馬は結構いいところがあります。パワーとスピードはありますんでっていう感じですね。ただ、あのー、展開が向かない場合ですね、そういった時に自分の足だけで差し込めるほどの瞬発力はないということですね。 平均ペース、ハイペースでいいところが出る。もしくはスローだったら自分から動いていくような競馬が合うタイプですね。出来の方も引き続きいいみたいですね。山人プチガト山人プチガトはちょっとずぶいところがありまして、追わせるところがありますんで、なので、村田騎手では動かせてこなかったっていうところがあります。で、状態のいい時、そして、 相手関係が楽な時がありましたんで、そういった時に、追える一流機種を乗せてれば、人気はなかったんですけれども、穴を開けてた可能性はありましたね。そういう馬なんですけれども、まあ、今回はメンバーが強くなりましたし、あとは、馬場ですね。あんまりアメババとかが得意なイメージもないということ。あとは、追い切り映像がなくて状態の方がわからないので、 印つけることでできななかかったかなという感じですブラビッシモ。ブラビッシモはいい馬なんですけれども、外国サンバでサンデーサイレンスが入ってないんで、メンバーが揃った時、軽い芝となると、勝負どころからのスピード勝負、あとは瞬発力勝負で劣るところが出てきちゃいますね。まあ、ただここのメンバーならまだやれるかなっていう感じなんですが、ちょっと最近調子を崩してまして、 どうかなっていうふうに思ってたんですが、まあ追い切りを見た感じだと比較的マシになってきたかなっていうところがありますし、まあこの馬はパワーとしぶとさはありますんで、なので、立ち回り次第で馬券になってもおかしくはないかなっていう感じですね。ただちょっと不器用なところがありますんで、なので、まあ北村雄一騎手は若手騎手の中で上手い騎手なんで、なので、 まあうまくコントロールして、一度り、進路取り、仕掛けのタイミングがはまればっていう感じですね。まあアメバムに関してもそんなに悪くはないでしょう。レッドアリオン。レッドアリオンはマイル戦線を使ってきてて、それで重症の方も勝ったことあるんですけれども、まあ基本的に競馬ってスプリント戦線よりもマイル戦線の方がスケールのでかい。 強い馬が多いので、なのでそういったところで、マイルの G3 を勝ったぐらいの馬であっても、スプリント戦線に回れば G1 で勝ち負けできるレベルになるっていうことがよくあります。で、レッドアリオンに関しては、スプリンターズステックスなんかも、まあ動かせる優秀な騎種が乗っていれば勝ち負けできてた可能性がありますし、まあそれぐらいの能力はある馬なんで、なのでここに入ると、 能力上位っただ、あのー、大飛びで不器用なところがあるっていうのと、あとは、気象が激しくて、メンタルのコントロールが効きにくいところがあるんで、なので、和田騎手で動かせるような展開になるのかなっていうところですね。まあ、やっぱりその、もっと繊細なタイプの騎手の方が、能力を安定して出しやすいかなっていうところがあります。 まあ今回に関しては、とにかくその、直線向くまでストレスのかからないような競馬で足が溜まればっていう感じですね。そういう形でしたら能力を出せる可能性があるんですが、まあ、ちょっとその、やっぱりコントロールできない可能性の方が高いかなっていうふうに見てまして、それで今回はっていう感じにしました。アメババはそんなに問題ないかなっていう感じですね。ジャストドゥーイング。 ジャストディイングもちょっと大飛びなんですが、能力はあるまですね。まあ、ちょっとその馬群の中から器用に立ち回るっていうタイプではないので、なので、その分、外を回る分、位置取り仕掛けのタイミングがはまらないとっていうところがあるんですよね。あとは、その強気の競馬で前から競馬をすると、まあ、その、 メンタルのコントロールが効かなかった時に自滅しちゃうことがありますんで、まあ、ちょっと乗り方が難しいところはある馬だなっていう感じなんですが、まあ、とにかくその、位置取りと仕掛けのタイミングがはまれば能力は足りる馬ですんで、まあ、今回ある程度先行馬がたちが揃ってるということで、比較的乗りやすい展開になると思いますんで、まあ、川島騎手はあんまり 癖の強い機種でもないですしもしかしたら今回はジャストドゥイングは穴開ける可能性あるかなっていうふうに見てます。アメーババに関してもそこまで苦にしないそうですしまあ、スパンと切れる足はないんですけれどもそれなりにしぶとい足は持ってますんでまあ行中断あたりでスムーズに回ってこれればっていう感じですね。メラグラーナメラグラーナはですね まあその、丸印をつけてるのクリスマスとメラグラーナなんですけれども、今回に関してはどちらかというとメラグラーナを強めにという感じで、本命を選ぶとしたらメラグラーナになるかなっていう感じですね。ただその、この馬に関しても、簡単にはメンタルのコントロールが効かないかなっていうところがあって、最近福永騎士を乗るようになって教え込んできて、 うまく走ってくれたっていうところがあるんで、松山騎手がここでうまく乗れるかどうかに尽きると思いますね。ただ、福永騎手が乗ってきて教え込んだ分、誰が乗っても比較的スムーズに動いてくれる可能性ありますし、まあ今、そうですね、勢いのある馬ですんで、なので、まあ多少雑になっても走ってくれる可能性高いんじゃないかなっていうふうに見てます。ただその、 メンタルに爆弾を抱えてる馬なんで、あまりにもコーナーからストレスがかかるような乗り方、ロスの大きいような乗り方になっちゃうと、っていうところですね。まあ、スピードとパワーに関して、あとは、素足のしぶとさですね。そういったことに関しては、G1 でも、後々は通用してもおかしくない素質はあるんですけれども、まあ、その、重症戦線で、 全般の信頼を受けるような、そういったような馬になれるかどうかは今後の成長次第だなっていう感じですね。まあ、ここはメンバー揃いましたんで、まあ、ちょっとでもロスがあったり、気持ちが切れるような乗り方になっちゃうと、勝ち切るのは難しいかなっていうところはあるんですが、まあ、あの、将来性だとか、期待を込めて本命にしてみるのもありかなっていう感じの馬ですね。エイシンスパルタン。 エイシンスパルタンは能力も素質も高く評価してるんですけれども、ただこのままちょっと気象的にふわっとするところがあったりだとか、あとは足の使い所を間違っちゃうとゴール前で甘くなっちゃうんですよね。まあある程度丁寧に順序よく加速をしていくと、最後まで、最後までしぶとい足を使ってくれるんですけれども、 まあ慌てて一瞬で足を使わそうとするとそうなるとゴール前でじり足っぽくなって止まっちゃうっていうところがありますね。なのでそういった意味でも 1200m はある程度ワンペース気味になりやすいということで、まあ、乗りやすいっちゃ乗りやすいんですけれどもちょっと先行馬が揃ってますんでなのでそういった中で早めに動いたときにゴール前で甘くならないかっていうところですね。 まあ手応えよく直線向くことができれば、押し切ってもおかしくない能力なんですけれども、まあ、ちょっと、岩田騎手は強引なところもありますんで、その強引さがゴール前で響く可能性もあるっていうことですね。まあ、昔ほどは岩田騎手を終えるわけではないですし、まあ、ちょっと平均的な騎手よりかは終えるかなっていう程度の騎手になってきてて、まあ、思い切りの良さなんかも昔と比べると潜めてきてます、か影を潜めてきてますんで、 まあそうですね能力の高い馬に乗って岩田騎手っていうネームバリューの高い機種が乗ってるということで飛びつきたい気持ちもあるんですけれども、まあ、ちょっと、あのー、今回は簡単ではないかなということですね人気しているということで、まあ、あんまり飛びつきたくはないということですねそれで最初に言うのを忘れてたんで今になっちゃったんですが あのー、先行馬が揃ってて、それで色気持ってる先行馬たちが多いんで、なので、まあ、馬場的にうちの方が荒れてくるということを、重馬場とかになってくるということを考えると、前目の方が結構厳しい競馬になるんじゃないかなっていうふうに考えて予想を立てました。こればっかりは走ってみないとわからないんで、前目の方が有利になる可能性もあるんですけれども、まあその2分の1の選択で今回は、 僕の今回の予想の設定としては、前目の馬たちが苦しくなる展開ということで、差し馬たちを中心に予想を立てました。で、まあ基本、メラグラーナとクリスマスから相手を絞って、馬レンとワイドでっていう形で行きたいんですけれども、まあやっぱり人気してる2頭なんで、1頭選ぶとしたらメラグラーナを選ぼうかなっていうところですね。ただ この間に関してはさっきも言ったんですけれども、ギャンブル性が高いです。福永騎手は乗るんでしたらもうちょっと信頼してもいいんですけれども、まあ、松山騎手は下手な騎手じゃないんですけれども、あんまりその、思い切ったことをしないというか、差し馬の場合っていうのは、綺麗に徐々に進出とか、なんか、あの、綺麗に乗ろうとするところがありますんで、そういったところでロスが出ないかっていうことですね。まあ思い切って、 中段あたりの内目の方に入れて直線外に出すっていうような、そういったような極端な競馬をしてくれた方が可能性としては高まるとは思うんですがっていうところですね。あとは候補から言っても、最候補から言ってもいいかなっていうぐらいなんですけれども、まあ、中途半端に外を回ってっていう場合だとギャンブル性が高い競馬になるかなっていうところですね。 島根県住みやす芸人というのをやっております。吉本工業の ABCDEU 会員というコンビ東の東野昴と申します。どうもすみません。失礼します。